西川克美は、日本の映画監督。鳥取県出身。地図塾にある、西川克美映画記念館西川が生まれたのは、鳥取県東部の長谷村で、現在の地図町。父親の就職で一家が東京へ移るまで、4年余りを、この地で過ごした。小説家志望であったが、事前の都として、映画監督を志し、小畜大船撮影所に監督助手として入社。 当時は、日本映画の第一期黄金時代とも言える時代だった。大学を卒業したのが、日中戦争真った中であったため、小畜入社後一年を経ずして召集されて、旧、満州やビル前出生、捕虜収容所生活も経験した。戦後復員して1946年復職。原県吉、渋谷美、中村昇らの名称に支持し、 1952年、助監督待遇のまま、伊豆の演歌誌を初監督。日本立て映画の一本、いわゆるシスター映画であった。典型的な、大船映画を数本撮った後、1954年の、日活映画制作再開と同時に、日活と監督契約した。山本雄造原作による、社会派メロドラマ、生きとし生けるものを、第一作に、 日活での初期作としては、東京の人、美しい安衆さんなどがあるが、当然のように、大船色が濃く、日活っぽい、俺の故郷は、大西部は、西川作品としては逆に一色である。西川勝美といえば、吉永さゆりものと言われるくらい、1960年代に、入ると、若い人、青い山脈、伊豆の踊り子、エデンの海、 企業などの作品でその才能を遺憾なく発揮し、日本映画の全盛期を飾った。中でも、伊豆の踊り子、絶唱はいずれもリメイク作品であるが、共に前作を大きく上回ってヒットし、西川監督の地位を揺るぎのないものにした、まさに代表作と言える。日活が、ロマンポルの路線に転換する以前、1969年の、 夜のメスとシウエの女を最後にテレビ界に席を移す。その後、1974年の伊豆の踊り子のリメイクで映画界に復帰し、山口桃江、三浦智和の共演で、潮祭、絶唱、エデンの海のリメイク作品や、春金賞、ドングリッコを監督した。しかし、1983年制作の、 スパルタの海は公開直前に映画の舞台となったトツカヨットスクールが暴力事件で死亡事故が起こりクランクアップ後にお倉入りその後トツカヨットスクールを支援する団体が著作権を購入し2005年9月にビデオ DVD として発売される1984年の劇画原作生徒将君は動員割れ 1985年のバージン、ロードは諸々の事情で劇場公開されなかった。小区から日活に移ってプログラムピクチャーを多く監督した1950年代から1960年代は文芸、アクション、青春ドラマ、歌謡映画、メロドラマと多種多様のジャンルの広さで活躍。テレビ界に進出した1970年代前半を ヘターと、東方映画にて、映画界に戻り、ホリプロに、吉永さゆり作品を監督した経験から、山口も萌え、三浦智和のゴールデンコンビで、伊豆の踊り子をリメイクすることになる。その後、潮祭、絶唱、エデンの海のリメイク作品や、春金賞を監督。その新鮮さと、斬新な監督技法は、日本映画界の中でも歴史に残る作品であり、 代表作にリメイク作品が多いというのも特色である。また、60歳を過ぎてからも森雅子、秋吉久美子、小泉京子、松永玲子、富田康子らの主演作を制作し、西川作品のスクリーンにアイドルを追いかける観客は2つの世代にわたることになった。幼年時代を過ごした故郷への思い入れは深く、西川作品には、 鳥取県に関連したものがいくつか含まれる。絶唱は、原作は、松江だが、映画では、鳥取砂丘と、ガロコーそして地図長が、舞台に脚色されている。また、悲しき別れの歌、ゆるぶえ、残雪ザ、スパイダースのバリ島沈道中などの作品では、地図吉しの名前で脚本を書いている。ししどじは、2011年に、 鈴木清潤とトークショーを行った際に、日活に、鈴木清潤、中平康史、斉藤武一を呼んだのは、西川さんだったことを明らかにしている。リメイクとあっても、前作映画をリメイクしているとは限らず、二度目、三度目の、作品という意味 AB 西川勝美あるシネマ、思い出語る関係者、西川勝美監督死去いつまでも愛した。 ふるさと地図朝日新聞鳥取版青春映画の巨匠。西川勝美記念館鳥取県地図、絶唱の甘い涙を思い出す宿場町に、ロケの面影、中国新聞、鈴木清潤再起動。トークショーは、立ち見ファンで一杯。イベントレポート。2020年1月23日閲覧。伊豆の踊り子、潮祭映画監督、西川勝美さん死去。 アサヒドットコム、http コロンスラッシュスラッシュ www. アサヒドットコムスラッシュショービズスラッシュムービースラッシュ tky201004070482.html2010 年4月24日閲覧。ありがとうございます。